Hello, my name is Lakshan. To study Japanese, actually. 去年日本に来ました。I'm a rapper. ふざけたりとかしたくないんですよ。Go on stage. I'm from Canada. 私言ってるのすごい。これ何ですか？あなたは本当の友達です。タスマル。本物の外国人は誰？外国人人狼。皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。タスマルチャンネルでカメラマン兼ベーシストとして活動しているショタマルと言います。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、今回の企画を説明します。今からここに現れる5人の男性の中から、国籍がカナダ人の方が2人その中に隠れています。皆さんには外国人の方の発音や英語のアクセント、また例文を読んでもらったり、カナダに関する質問を相手に答えてもらって、誰が本当のカナダ人かっていうのを当ててもらう企画になっております。この僕の横に並んでいる方々、女性陣はチャンネルのインスタグラムから声をかけさせてもらった方々になり、視聴者の皆様もぜひ一緒に考えてみてください。ということで、女性陣の皆様、自己紹介簡単にしていただきたいなと思います。じゃあ端っこの方からお願いします。ももかです。20歳です。お願いします。はい、お願いします。では隣の方。12月にアイドルになります、立花けいなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ちかです。 DJ をしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介も終わったので、男性陣に登場していただきましょう。どうぞ。タスマル、端っこの方から簡単に英語で自己紹介をお願いします。 Hello, my name is Lakshan. I'm from Canada and I was born in like Vancouver and I passed my schooling there and then I came for like Japanese study in Japan. That's it. Thank you. よろしくお願いします。ちなみに今の日本語で言うと、はじめまして、私の名前はラクシャです。国籍はカナダで、自分は高校まではカナダで学校を通って、そして日本語学校から日本に来ました。はい、よろしくお願いします。では隣のグレーのマーカーの方。 I was born in US and when I was 2 I moved to Canada and I was living in Edmonton, Canada. After I graduated high school, I came to Japan to study Japanese actuallyIn Sophia University, and I'm working now for IT engineer. アメリカで生まれて2歳の時にカナダに移住で、そこから高校もう卒業した後に日本に来ました。で、日本語を学びに来ました。はい、今は働いています。はい、はい、ありがとうございます。 Hello, my name is Kai. I'm from VancouverI came to Japan last year for university. Thank you. Kai と申します。バンクーバーの大学から、去年日本に来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ隣のアフロの方お願いします。Yeah. Wow. I'm a rapper. My name is Tasumaru. Yeah. Canada. I'm Vancouver. Yeah. I was born in like Chinatown. Sorry, my bad. Yeah, I used to hang out with my dog. His name is Snoop Dogg. He's a cute doggy. Play music for my living. I rap. Yeah. Sup. Sup. Thank you. はい、ありがとうございます。ちなみに日本語で言うと、俺の名前はタスマルって言うんだけど。まあ、そうだね。あんまり、まあ、ソウルでやってるから、そう、なんかあんまふざけたりとかしたくないんで。チャイナタウンで生まれて、喧嘩、毎日喧嘩とかしてて、まあ、
無敗だね、喧嘩は。負けたことないかな。はい、個性的な方々が、はい、じゃあ隣のパイナップルの方お願いします。パイナップル。So go on, Sage. I'm from Canada. Not necessarily the ghosts, but the middle part, right in the middle. And came to Tokyo in 2020, and I enjoy life. Thank you. はい、私Sage です。まあカナダ出身で当然だけど、2020年から東京に住んでて毎日、まあ元気で生活してる。はい、以上です。はい、ありがとうございます。第1問、じゃん。カナダの首都は？皆さん、お手元にある紙に答えをお書きください。どうぞ。女性陣の皆さんはどういう点でカナダ人っていうのを判断していきたいなと思ってますか？発音がいいからとカナダ人とは限らない。おお、なるほど、鋭いですね。難しい。はい、じゃあ皆さん答えが書けたようなので、発表していただきたいと思います。じゃあ落車さんからお願いします。どうぞ。オタワ。オタワ、いかがでしょうね。はい、ありがとうございます。じゃあ次々隣から発表してください。どうぞ。オラワ。おお、バンクーバー。バンクーバー、はい、ありがとうございます。じゃあ隣の方どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ。間違って質問をカナダの首相と読みましたので、ドナルド・マクロン。イエーイ。正解はオタワでした。もちろん。お前何やってんの。お前カナダ人か。普通だろ。カナダ人だったら間違えるはずない問題な気がしますけどね。2問目はこちら。カナダ発祥の料理でカリカリに揚げたポテトにグレービーソースやチーズをかけて食べる料理の名前は何でしょうか。お考えください。ちなみに女性陣の方々はこの料理知ってますか？出てこないでください。僕はグレービーソースを今日初めて知ったんですけど、デミグラスソースみたいな茶色いソースみたいな。カナダの首都はカナダ人じゃなくても知ってると思うんですけど、この料理とかもうちょっとコアなところなんで、カナダ人かどうかっていうのが分かりますよね。では回答いただけたと思うので端っこから聞いていきます。ラクシャさんからお願いします。マイケンチーズ。ほうほうほう、何か分からないですけどありがとうございます。では隣の方お願いします。プティーン。プティーン、同じくプティーン。はい、ありがとうございます。じゃあ隣の方。プリンですね。セットじゃないですか。本気の回答なんですか、それともおちゃらけた性格の方なんですかね。そこも判断材料になってきますよね。今度は女性陣からフリー質問コーナーということで、端っこからお願いします。好きなお菓子は何ですか？I used to like the chocolates. I love Haribo candies. プリンが好きですね。ストロベリーですね。じゃがこり。え？サクサクなじゃがいもの棒。じゃがりこ。じゃがりこですか。これなんちゅった。では次の方質問お願いします。カナダの伝統的な文化とかありますか？冬でスキーやるのがみんななんかスキー。ダジャレ。ダジャレ。フィッシング。フィッシングサウンズ。Making maple syrup with friends が好きですね。本当にやるんですね、そういうこと。
fighting with bears. 勝ったことはあるんですか？まあ、無敗だったから。まあ、無敗だったから。氷のブロックで建てられてる家に住んで、職場まで、北陸雲を乗る。氷のブロックで建てられてる家に住んで、職場まで北陸雲を乗る。女性陣の皆さんには相談していただいて、一人、選んでいただいて、あなたが本当のカナダ人ですという掛け声を言ってもらいたいと思います。では3人の方、相談してください。どうしよう。ふざけてるの逆に気になる。気になる、ふざけてないかもしれないけど本気だもんね。 Do I look like a joke to you?まあでも明らかにお前じゃないよなって。私この名前知らなかった。ポール プーチン。答えプーチンですね。正解はプーチン。これ知ってるのはすごい、カナダっぽいって思った、けど二択になっちゃう。どうしよう。怪しい。左右選んでください。せーの。あなたは本当のカナダ人です。じゃあひろきさん正解発表お願いします。僕は日本人です。残念。ひろきさんは日本人でした。私知ってるのすごい。すごい。もう嘘ついてたもん。カナダ人だと思ってたもん。僕はね、あの板橋区ですくすく育って、美味しい蒙古タンメンを食べて育って、親どっちも日本人で日本人です。はい、まだ2人いる。騙せて成功ということですね。では2ターン目に移ります。今からここに書かれている例文を読んでもらいます。お題はこちらです。で、その例文の意味も言ってもらおうかと思います。よろしくお願いします。お願いします。 John went to the movie theater with his friend. ありがとうございます。 John went to the movie theater with his friend. John went to the movie theater with his friends. John went to the movie theater with his friends. John went to the movie theater with his friends. はい、ありがとうございます。 John は、友達と映画館に行きました。 My friends and I found a random river on the way to the ridge, so we decided to have a picnic. リズム持ってたよね。 Are you a rapper?Like, Spaghetti. Mom's Spaghetti. Mom's Spaghetti. Thank you very much. Shawn Mendes. Tasmar. Justin Bieber. Tasmar です。答えはジャスティン・ビーバーです。よっしゃ。知らないよみんな。ジャスティン・ビーバーフェイスドラムですよ。よっ。日本で好きなアーティストはいますか？I love the Iyazawa. Yonezu Ken. I like Jiwoo Guruma.From Okinawa. You know what I'm saying? 僕ドラえもんじゃありません。僕ドラえもん、僕ドラえもん、僕ドラえもんじゃありません。それ有名なんですか、それは。沖縄では有名。本当に。僕ドラえもんじゃありません。僕ドラえもんじゃありません。カナダで好きなミュージシャンは誰ですか？ I just like Shawn Mendes songs. I like Drake. He's a rapper. Lady Gaga. Pop, 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 pop.しますね。はい、ではここで女性の皆さん、シンキングタイムに入ってください。全部まっさらにして。まっさらにして。リーダーですか？リーダーじゃないです。大丈夫、一番喋ってるんで、すいません。チームで、すいません。いやいや、だからすごい、あの引っ張って、その私の個人的なことを言っていいですか？はい、全然関係ないかもしれないけど、あの好きなアーティストの名前、あ、シャンメンです。知ってる？知らない。私も知らない知らないんですけど、デロのショーン・メンです。これマジで驚いた。デロのショーン・メンです。 I don't know who the fuck シャンメン。 What the fuck? 知らないんだけど、え、なんか私の友達のインド人がそのな、なんか名前が一緒なの。
ショーンって。でも、わかんない。カナダ人のアーティストかもしれないけど、なんか。羊。羊のショーンです。Yeah. だから、なんか、カナダの印象があんまりなかった。なんか私は、なんか今まで質問とかあった中で、一番なんか、カイさんが、なんかカナダにまつわることを言ってたからそうなのかなって私は思いました。いかがですか、カイさんが。あなたは本当のカナダ人です。はい、正解です。正解。マジでそうです。すごい。親が日本人で昔カナダにあのワーホリで、そっちで出会って、で僕が生まれたって感じですね。ということで2人のうち1人がカイマルさんで当てられてしまいましたが、次のラウンドでさらにもう1人当てていただきたいなと思っています。ということで最終ラウンドに移ります。チャンネル登録と高評価を忘れずに。Please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.